ご視聴ありがとうございます。今回は、PC エンジンの歴史を、振り返りながら、人気ジャンルの一つである、名作ロールプレイングゲームを、ご紹介させていただきます。今回のテーマは、PC エンジンの歴史から見る、名作 RPG についてですか。そう、PC エンジンといえば、やっぱり、ハドソンの、スターフォースや、スターソルジャーから受け継がれる、シューティングゲームがよく知られているんだけども、このマシンの、14年にも及ぶ歴史の中から、数々の名作 RPG も、登場しているんだ。確かに、イースや、英雄伝説、そして、天外魔境シリーズなど、たくさんの名作タイトルが、生まれていますよね。ということで、ここからは、PC エンジンの始まりから、終焉までの歩みを、ご紹介させていただきます。PC エンジンが発売された、1987年頃の、家庭用ゲーム機といえば、任天堂の、ファミコン一色という時代の中。このマシンは、当時として、驚異的な、画像処理能力を持つ、プラットフォームとして登場することになるんだ。でも、発売当初は、ゲームユーザーが振り向くような、魅力的なゲームタイトルが、登場することもなく、静かな滑り出しから始まるんだ。そして、翌年の88年に入ると、少しずつ、このマシンの性能を活かした、ゲームタイトルが発売されるようになるんだ。まず最初に、先陣を切ったのが、ハドソンのエース部隊が手掛けた、名作シューティングゲームの、R タイプが発売され、このタイトルのヒットから、アーケードゲームの移植作という、路線が確立されるようになるんだ。この年には、ドラゴンスピリットや、ファンタジーゾーン、そして、スペースハリアーが登場し、89年には、トゥーアブナンの、究極タイガーがリリースされるなど、アーケードの名作が、次々と発売されています。しかし、この頃リリースされていた、ゲームジャンルとしては、旧カードゲーム媒体にした、アクションや、シューティングゲームといった、タイトルが中心で、日本で人気の RPG については、まだ、キラーソフトと呼ばれるような、人気タイトルは発売されていなかったんだ。しかし、この年の末には、業界初の光学媒体を利用した CD-ROM-ROM が PC エンジンの周辺機器として発売されることになり、PC エンジンらしい独自の RPG が登場する土壌が整えられてくるんだ。この周辺機器の誕生は、良くも悪くも、冒険的で新しいことや面白いことが好きなハドソンが NEC を説得して強引に推し進めたという、なんともこのメーカーらしい発想から生まれた商品ですよね。しかし、この CD-ROM-ROM の誕生が、その後の激しい家庭用ゲーム戦争の中で、PC エンジンが生き残るための最終兵器として活躍することになるんだ。そして、翌年の89年になると、いよいよ、この大容量な光学媒体を、活かした、名作タイトルがリリースされることに。それが、史上初の CD-ROM による、ロールプレイングゲーム、天外魔境ジライアと、歴代最高の移植作と言われる、イースが発売されることになるんだ。おお、いよいよ、PC エンジンから、大作 RPG の登場ですね。そう、そして、翌年の、90年になると、PC エンジンのゲームタイトルの、リリース数にも勢いがつき始め、ゲームタイトル数は、88年が、21本だけだったのに対し、89年は、74本、翌年の90年は、2倍近い、121本もの、ゲームソフトが発売されるようになるんだ。こうして、PC エンジンの登場から、3年目の90年には、旧カード媒体の、ゲームタイトルのラインナップは、最盛期を、迎えることになり、一方で、前年に発売された、天外魔境や、イースのヒットから、CD-ROM-ROM 対応の、ゲームタイトルも、着実にリリースされてゆくことになるんだ。そして、翌年の91年になると、PC エンジンの CD-ROM を、主流の媒体へと決定づけることになる、新商品が登場することに。それが、CD-ROM-ROM の、後継機種である、スーパー CD-ROM-ROM なんだ。このマシンは、従来の商品より、RAM 容量を4倍に強化した、上位規格のシステムであり、かねてより課題の、CD の読み込み時間が短縮されるなど、いよいよ PC エンジンは、この光学媒体を利用したプラットフォームへと変貌していくことになるんだ。そして、この年の9月には、PC エンジン本体と、スーパー CD-ROM-ROM を一体化させた、PC エンジンデュオが発売され、年末には、本体と接続する、スーパー CD-ROM-ROM も、リリースされることになるんだ。やっぱり、この光学媒体と相性のいい、ゲームジャンルといえば、ロールプレイングゲームですよね。そうだね、人気ジャンルの、シューティングゲームから、グラディウスや、サラマンダー、そして、マジカルチェイスなどが、旧カードからリリースされる中、それに負けず、CD-ROM の特性を活かしたタイトルが、次々と発売されるようになるんだ。この光学媒体を活かした、この年の代表的な、RPG タイトルをご紹介させていただきますと。91年の3月に、シリーズで、唯一のサイドビューが採用された、移植の作品、イース3や、パソコン版の移植作を、アレンジしてリリースされた、エグザイルや、8月には、当時、第一線で活躍していた、様々な分野のクリエイターが、集結し、
制作された、リバーヒルソフトの意欲作、プライが登場し、そして、10月には、いよいよ、スーパーロムロムのゲームタイトルとして、ケルト神話の世界を舞台にした、天使の歌と、日本ファルコムの人気シリーズの、移植作であり、ビジュアルシーンの演出も素晴らしい、ドラゴンスレイヤー、英雄伝説が発売されるんだ。そして、翌年の、92年になると、このスーパー CD ロムロムを、大きく普及させることになる、超大作 RPG が、発売されることに。もしや、大麦様の作品ですか？そう、あの名作 RPG、天外魔共通が登場するんだ。このタイトルは、PC エンジン史上、最高傑作と言われている、作品ですよね。さらに、この年にリリースされた、PC エンジンの、ロールプレイングゲームとしましては、8月には、パソコンでおなじみの、大人の RPG、ドラゴンナイト2がリリースされ、9月には、PC エンジンの、オリジナル作品である、エグザイル2が登場し、そして、年末には、システムを大幅に変更した、続編の、ブライ2や、ハイドライドから生まれた、イースとも言われている、サークがリリースされ、そして、ビジュアルシーンも、前作をしのぐ出来栄えとなる、英雄伝説2、などが発売されているんだ。それ以外にも、スーパー CD ロムロムからは、アドベンチャーゲームの、スナッチャーや、シューティングゲームの、グラディウス2などの大作が、登場しています。その一方で、商用用で、高価な、キューカード媒体のゲームタイトルは、衰退の一途をたどることになるんだ。やはり、半導体を利用した媒体は、高価になってしまいますからね。そう、そのため、この頃から、PC エンジンのタイトルから、アクションや、スポーツといった手軽なジャンルの、ゲームソフトは少なくなっていくんだ。そして、翌年の、93年になると、スーパー CD ロムロムによる、ビジュアルを売りにした作品数が、増加するようになり、2D のアニメーションによる、可愛い女の子を主人公にした、いわゆる、ギャルゲーも増加していくことに。この頃から、硬派なシューティングゲームや、大作 RPG のイメージの、PC エンジンから、アニメキャラの印象が強くなってきた頃ですね。その一方で、ストリートファイター2の登場により、アーケードゲームでブームになっていた、格ゲーの波が、PC エンジンにも押し寄せてくるようになり、この年の6月には、いよいよ、ストリートファイター2ダッシュが、発売されることになります。ちなみに、この格ゲーブームの影響から、NEC から発売予定の、アーケードカードは、原料不足という思わぬ事態で、延期となってしまいました。さらに、メモリーベース1ニッパという、大容量バックアップシステムが、発売されたことで、光栄や、アートリンクといった、パソコン系シミュレーションゲームの移植作が、次々とリリースされるようにもなるんだ。そのため、この年には、信長の野望や、A 列車で栄光3などの、名作シミュレーションゲームが、発売されるようになります。そして、93年も後半になると、ちらほらと、次世代家庭用ゲーム機の、噂が聞こえ始めていた頃でもあり、この年末は、PC エンジンや、メガドライブなどの、第二世代ゲーム機にとっては、最後の、大商戦の時期が到来することになるんだ。そのため、この年の PC エンジンからは、両作のロールプレイングゲームが、次々とリリースされているんだ。93年に、PC エンジンから発売された、RPG としましては、3月に、ケルト神話の世界をモチーフにした、続編、天使の歌2がリリースされ、7月には、天外魔境シリーズの、外伝にあたる、風雲歌舞伎伝が登場し、年末には、日本ファルコムの名作、イースの続編ながら、オリジナル作品として発売された、イース4と、スーパーファミコンからの移植作で、敵であるモンスターを仲間にして、合体で強化させるなど、独特のシステムが採用された、女神転生がリリースされています。そして、翌年の、94年になると、前年から話題の、次世代家庭用ゲーム機が、いよいよ、発売されるようになり、この年の3月には、松下から、3DO が発売され、さらに、年末には、プレイステーションと、セガサターンが登場することになります。それに加えて、PC エンジンの、後継機種である、PCFX もリリースされることに。おお、いよいよ、PC エンジンの後継機、PCFX が登場しましたね。そんな、32ビットマシンが主流になりつつある中でも、旧世代ゲーム機である、PC エンジンは、良質なゲームタイトルを、次々とリリースしているんだ。この年に、PC エンジンからリリースされた、RPG としては、1月に、パソコンで人気を呼んだ、ドラマティック RPG を、大幅にアレンジした移植作、エメラルドドラゴンがリリースされ、2月には、日本ファルコムのドラゴンスレイヤーシリーズ、風の伝説、ザナブが登場し、6月には、コアアクション RPG の、移植作、ブランディッシュが発売されることになります。ちなみに、あの人気シリーズの続編、天外魔境3が、アーケードカード専用ソフトとして、発売されると、発表されたのもこの時期です。さらに、アーケードカードの登場で、遅ればせながら、ガノー伝説2や、ニューコの剣などの、
本格格闘ゲームもリリースされています。一方で、名作、ときめきメモリアルが登場するなど、CD-ROM 機としての優位性が失われていく中でも、ギャルゲーを中心とした、ライバルゲーム機が手を出さない、ジャンル展開で、生き残りをかけていくことになるんだ。そして、1995年以降になると、次世代機の嵐の中、PC エンジンは、長い晩年期へ向かうことになるんだ。ドルドル、PC エンジンも、黄昏の時代に、突入したんですね。そう、95年になると、プレイステーションや、セガサターンなどの、高性能な 32bit 家庭用ゲーム機が、一気に市場シェアを奪うようになり、NEC や、ハドソンの予測を超える、激しい世代交代が進行してしまうんだ。そのため、PC エンジンもソフト数を、著しく減少させてしまい、最後のキラーソフトであったはずの、天外魔境3も、不振の後継機である、FX へと移行することが発表され。しかし、この作品は、PCFX の普及が、予想以上に低調だったことから、制作を中止することになりますが。その後、2005年に、天外魔境3として、プレイステーション2から発売されることになります。さらに、96年から99年にかけては、後継機である、PCFX の不振を横目に、PC エンジンは、粘り強くゲームタイトルを、リリースし続けることになり。この機器のソフトは、当然ながら発売本数が少ないため、レアなタイトルが多いですね。そして、1999年に、PC エンジン最後のタイトルとなった、アドベンチャーゲームの、デッド・オブ・ザ・ブレインの供給が、終了したところで、87年から14年にも及ぶ、PC エンジンの歴史に、幕を下ろすことになるんだ。こうして PC エンジンの歩みを、振り返ってみると、1980年代末は、Qカード媒体による、アクションや、シューティングゲームが人気を博し、90年代になると、スーパー CD-ROM の登場で、ビジュアルや音声を得意とする、名作タイトルが次々と、リリースされるようになるんですね。そうだね、RPG では、イースや、英雄伝説、ブライ、天使の歌、そして、天外魔境など、数々の名作シリーズを、残してくれたからね。久しぶりに、PC エンジンで遊んでみよう。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。